二度目のミハイの出撃は彼が実戦でどのように変わるのか計測するためだった。かつての彼にできたことで今はできなくなっていることがどれほどに及ぶのか、それを知りたいと思うのは私の中のどの部分なのだろう。ミハイの筋肉はその年齢からすると驚くほど柔軟で頑健だった。反射神経の衰えもほとんど見られない。だがあまりにも長い飛行時間の間にさらされてきた超航空の環境は知らず彼の体を蝕んでいた。宇宙からの放射線にさらされ続ける成層圏は本来人間の住むべき場所ではないのだ。二度目のミハイの出撃では応急的に改良したスーツを用いた。離陸時には調子が良さそうだったが、帰投した彼はボロボロに疲れ果てていた。思いのほか粘る敵機と遭遇し、空戦が限度を超えて長時間に及んでしまったのだった。このスーツではダメだ。これではまだ彼は全能力を発揮しえない。私が書いた使用書通りに仕上がったスーツが到着した時、ミハイの孫娘は歪んだ目で私を見つめた。この祖父にまだ苦痛を与えるのかと。ミハイ自身は無表情だった。彼は地上のあらゆるものに興味を持っているように見えない。大丈夫なはずだ。今度のスーツさえあればミハイは何の苦痛もなく思い通りのマニューバに挑むことができるはず。新しいスーツを着込んだミハイが離陸する。その瞬間私は理解した。足を収めると同時にミハイの機体は急激に起動した。これまで見てきたものと明らかに違う鋭さ。ミハイは工事軌道を繰り返し遥かな空の高みへと上昇していった。護衛機たちを置き去りにして、私は理解した。国を奪われた王であるミハイがなぜ地上のあらゆるものに母国だとか国への帰属というものに興味を示さないか。それは対空こそが彼の王国だったからだ。エルジア王国首都ハーバンティ制圧作戦を開始する。本作戦軍の総仕上げだ。ハーバンティ南部にあるエルジア軍総司令部を制圧し、この戦争を終わらせなければならない。ハーバンティへは北部、東部から地上部隊、そして南西の海上から機動艦隊が進行している。我々は首都上空の航空優勢を確保しつつ、敵に味方の地上部隊、艦隊への航空支援を行う。陸海空それぞれ激しい戦闘が繰り広げられることが予想される。大規模な戦いだ。北部に補給のための機関ラインを設定した。弾薬補給、機体整備は各自の判断で行ってくれ。また本作戦と並行してエルジア軍がハッキングした通信衛星群の破壊作戦を行う。掌握したと考えている情報通信系統が破壊されることでエルジア側は大きく混乱するであろう。首都陥落後にエルジア軍を孤立混乱させ終戦に向けての動きを有利に進めるためだ。しかしそれはあくまで首都制圧後の話。この戦いの主役は君たちだ。エルジア軍も必死の抵抗を行うだろうが、首都制圧を必ず成功させこの戦いを終わらせよう。
イダー隊滑走路へ移動、速やかに出撃せよ。戦闘は復興記念公園シルバー橋方面、市街地水没地区ですでに展開している。3つの戦域で下にいる奴らを助けてやってくれ。これで戦争は終わる。時間だ、作戦開始。仲間が待ってるぞ。最近中隊長としての俺の立場がディフェンディングチャンピオンみたいになってる気がするんだ。このケツから追い上げられちゃうな。俺もこの辺で少し点数を稼いで防衛を果たしたい。だから今日はちょっと本気出させてもらうぞ。よし、ついてこれない奴はいないな。一緒に戦い、そして全員して帰るぞ。復興記念公園を攻略するために地上部隊が先行している。すでに敵地上部隊と交戦状態にある。敵の進行を察知するのが早い。ここにも航空支援が必要そうだ。スパイダーワン、機関ラインは北部に引かれている。補給が必要な時には戻ってきてくれ。各機、検討しやすい。
街地水没地区は任せた。俺たちはもう一方を叩く。行くぞ、グージェン。ラジャしっかり確認しろ。敵襲が下手でミサイルが突き止まるぞ。
Thank you.
通信が突然途絶えた。本部だけではなく水戸支線圏外への通信はいずれも応答がない。バーバンティはオーシア軍支配下にあり作戦は成功した。だが作戦成功後に入るはずだった命令が届かない。ひとまず予定されていた飛行場へ誘導する。航空機は全てこの空域から撤退せよ。ネガティブ、まだ仇討ちが終わってない。カウント、全員同じ気持ちだ。ここはエルジア領にほど近い国際停戦監視軍の前線基地だ。キ君ら以外の友軍機は別の飛行場に緊急着陸したのかもしれない。情報が何もないのだ。首都制圧作戦は最終段階まで進んだとみられるが続報が入らない。敵通信衛星の破壊は成功し、
エルジア軍幹部数名の死亡までは確認できていた。しかしエルジア側も同じことを考えたらしい。ほぼ同時に我々の通信システムが攻撃され破壊された。復旧の見込みがついているのだかどうだかも通信が入らない。しばらくそのまま待機していてくれ。